チーム老人ホームリーダーにザ38歳、神保町はショットバールーシーにて機材を持ち込み鉄拳の対戦会を飛躍男。長らく自身のコミュニケーション能力を生かしスティーブ界を牽引してきたが、最近は若者に土をつけられることも多々多くなってきた。年ですわ。まあ、チーム名も老人ホームで長老ですし、もうエンジョイでいいですわ。他にやりたいこともありますし、どっちかって言ったらそうですね、エンジョイ勢よりになるのかな。もう年ですわ。もうエンジョイ勢だしな。年だもんな。年齢で格ゲーの力が衰える。でいきなり言い訳してんじゃねえのか。いつだ、俺と10先で勝負しよう。